パルミチン酸とは、飽和脂肪酸の一種。IUPAC 系統名は、ヘキサで換酸。油や種から採取して製造されるパーム油の主な、構成成分。多くの動物性脂肪や、植物油に含まれる。生体内でも合成され、人体の脂肪酸のうち最も豊富で20から30%を占める。エーテル、ベンゼンには、可用、エタノールには難、難用。 多くの動物性、植物性油脂中に含まれる。最も豊富なの食品では、乳製品、肉、母乳、パーム油や、ヤシ油であり、パーム油の主な構成成分である。ラードや、ヘッドなどに多く含まれる。特に木老中にグリセリドであるパルミチンとして、含まれている、化粧品や、海面活性剤などによく用いられている。 類似の化学物質にイソパルミチン酸があり、同様に化粧品などに応用されている。パルミチン酸は細胞膜を作り、皮脂として分泌し、栄養の体内循環に必須で、人体において最も豊富な脂肪であり、脂肪酸全体の20から30%を占める。人の皮膚から採取した感染や皮脂腺からの分泌物の脂肪酸の構成成分として、 パルミチン酸が30から40%と最も多く含まれていた。シャンプーなどの洗浄剤に入った海面活性剤は肌の油分を落とすことで肌の硬さ、乾燥、バリア機能の低下、刺激やかみを起こすことがあるが、ステアリン酸やパルミチン酸のような高和調査脂肪酸を添加することで脂肪酸が補充されバリア機能の改善に役立つ。マルラオイルは 伝統的に、アフリカ諸国で保湿に使われており、構成比率は、オレイン酸69%とパルミチン酸約15%と、主要な脂質になっており、マルラオイルの肌への塗布は、皮膚の水分含有量を増加させ保湿作用を示した。ラットで、飽和脂肪酸であるパルミチン酸とステアリン酸では、起こらないが、不飽和脂肪酸であるオレイン酸とパルミトレイン酸では、 核化細胞のカルシウムの異常核化、ウロコ状の皮膚を生じさせた。食品添加物、化粧品としては抗酸化物質としてのビタミンの安定性を高めるために結合され、パルミチン酸レチノール、ビタミン C 誘導体のような物質が存在する。植物、微生物、人を含めた動物の体内では、脂肪酸シンタージェによって、アセチル COA とマロニル COA から、 直差の飽和脂肪酸が作られる。順次、アセチル COA が追加合成されるので、原則脂肪酸は偶数の炭素数となる。体内で余剰の糖質、タンパク質等が存在すると、アセチル COA を経て、飽和脂肪酸の合成が進む。脂肪酸の合成は、炭素数16のパルミチン酸で一旦終了する。16、例のパルミチン酸は、 調査脂肪酸身長酵素により、18、例のステアリン酸に伸長される。ステアリン酸は、体内で、ステアロイル COA9 デサチュラーゼにより、ステアリン酸の W9 位に二重結合が、生成されてオメガマイナス9脂肪酸の一家不法は脂肪酸である18、1のオレイン酸が生成される。ステアリン酸が、オレイン酸に変換されることで体内の脂肪酸の融点が下がり、 体温環境下で脂肪酸を液体に保ち流動性を増加させる。ありがとうございます。